皆さんこんにちは、大分トリニータ CRO の松本玲です。あれ映ってない。ニータ隠れちゃだったよ。すいません、ボケはこんなところで、これから、クラブハウスにニータと2人で潜入して現状をちょっと確認していきたいと思います。早速行ってきます。2人分だね。そのぐらいしかね、2人並んで本当ギリギリぐらいのところで選手はストレッチしてますね。ちょっとここも広くしたいよね。うわ、完全に廊下だね。どこにも置けないんだよね、ここね。もうここ以外のストレッチしてるとこからすぐ隣に、会議室があるんですけど、ここでは未主登録の選手が、着替えだったりとかをしてる場所なんですけど、まあ、そこもちょろっと見たと言って見てみます。失礼します。狭い、すごい荷物にあふれてます。ここでちょっと着替えさせるのはちょっとかわいそうだね。未主登録の選手もやっぱりいいところで着替えさせてあげたいなと、ね。続いては選手がトレーニング後に昼食をとっている場所に、行きたいと思います。行ってみましょう。あ、どうぞ、先どうぞ。開けてー、板開けてー、自分だけ。見た。あの鏡で毛並み揃えてる場合じゃないんだよ。ちゃんと紹介しようよ。ね。あ、じゃあ俺も。いや違うんだよ。俺の身だしなみいいから。紹介しよう。まあ、ここで選手がトレーニング後にみんなで昼食をとっている場所なんですけど、見てわかるとちょっとね、やっぱり狭いし、昼食取るだけじゃなくてこのストレッチをとかをね、この昼食じゃなくてトレーニング前とかここでストレッチも兼ねてる、昼食だけじゃなくトレーニングも兼ねてる。はい、めちゃめちゃストレッチしてます。ストレッチというか、どっちかというとラジオ体操やってるのかなこれだけど。あー届かない、なかなか届かないね。板のストレッチとかあんま見ないよね、みんなね。すごいレアな姿ですけど、まあ、ニータンはいいとして、ちょっとね、狭いよね、やっぱり。ストレッチの場所もそうだけど、昼食をここで取ってるっていうのは、もうちょっといいところで食べさせたいなと思います。続いては、先ほどの、まあ、食堂、昼食を取るところから、ロッカーの方に向かう途中の、この廊下なんですけどね。で、ここにも、一応、部屋、まあ、更衣室、なんですけど、ここもストレッチの場所に使われてるね。で、あとはもうここも、ここにもストレッチのマットが下にあったり、その横にはエアロバイクも置かれて、使うときはここから出して使っ
ったりしてて、でもう一個こっちにもあるんですけど、こっちにあとはその正面、こっちは一応会議室になってる。入れないよね、兄さんね、狭くて入りませんでした。あ、はい、横でも入りません。横でも入りません。まっすぐでも入れないし、お、いけ。あ、顔いけたけど、お腹周りがちょっと、お腹周りがちょっとね、肉ついてるから。横でも、あ、お腹周りが。開けてあげましょうね。開けて、ここは一応、まあ、ジムはまた別にあるんだけど、まあ、もう一個のジムというか、ロッカー近くの、まあ、アップする場所、主に、ここで、ね、ストレッチマットもあったり、トランポリンもあったり、他のバイクもあるし、まあ、あとは、あ、ニータが持ってくれた、ダンベル。ダンベルも一式あって、やってくれてるけど。鬼がすごいね。ダンベルちゃんと、置ける。あ、ちゃんと、リカちゃんと置けましたね。ね、こうやって。お、いけるかなと思って。お、いける。すごいね。グーじゃないんだね。バランスボール。あとは一応、トレーニング後のケアとして、足を入れて、疲れを取る器具。あったりです。ただね、こんだけちょっとね、狭い中にこんだけ物がごった返してるとね、ちょっとバランスいいな、兄さん。おお、バランスいいな。あ、すごいじゃん。足離せるよ、すごいな。おお、こっちがヒヤヒヤしますね。聞きまして、治療部屋に行ってみたいと思います。ここも入れる入れるチャンスだね、毎回で。ここトレーニング前、トレーニングを、まあ、ケアしたり治療してもらったりする場所なんだけどね。そこ行ってもらったら分かるけど、なんか下の部屋見たくなってます。知らないうちに遺産の部屋みたいになってます。で、ここいつもトレーニング前かな、かなり混み合います。このキャパに10人ぐらいバーッと選手テープ巻いたりマッサージしてもらったりして、このキャパに10人はちょっと結構やっぱパツパツですね。今2人なのかあれですけど、こんな感じになってます。じゃあちょっと今日僕練習後で疲れたんでね、なんか名トレーナーがいるようなんでケアしてもらいますわ。お願いします。あー、すごいソフトタッチ、すごいソフトタッチだな、この名トレーナー。あー、ちょっと名トレーナーか、あら、名トレーナーじゃない、見えたんじゃん。こんな感じで使っております。ランドリールームに行ってみたいと思います。行きましょう。あ、ここも入れない、お腹周りが。開けてあげます。あ、すごい。ここ入ったらすぐ、狭いけど、こうやって普段選手が使うボトルを洗ったり、あとは氷、ドリンクに入れる氷だったり、アイシングに使う氷もあって、まあ、ここで洗ったりしてて、で、あー、折れません、ニータ。ここはどう頑張っても折れないです。じゃあ僕一人で座ります。で、ここに洗濯機があって、乾燥機があって、あとは、まあ、ここはスタッフとかの、まあ、ロッカーですね、軽いロッカー。でここは基本的に組むの人たちが作業している場所なんですけど、まあ、僕実は去年あのここでアップしてました。ここでストレッチとかしてて、僕がいて、まさきがいて、イサもいて、西川がいました、去年までは。
そんな感じでここでストレッチしてます、まあ、今年はどうかちょっと知らないですけどね、あら、ニータン、ニータン、さっき詰まってたニータンが別ルートで来た、ね、じゃあ外行ってみよう。あ、洗濯物と一緒にニータンも回ってます。でここのランドリーを抜けて外に行けるんですけど、ここはトップチームの練習で使ういろんな器具とか、ドリンクとか入ってて、あとはこっち、これ洗濯機2台、昨年度のクラウドファンディングで皆さんのおかげで、入れることができました。本当にありがとうございます。お風呂になってます。お風呂入ってすぐ、あ、これは以前のクラファンで皆さんのおかげで購入できた体組成計ですね、かなりいいやつです。これはかなり助かってます。選手の体脂肪だったり体組成すべてをデータをここに入れてみんな毎日チェックしてます。僕もチェックしてました。次は選手のロッカーに行ってみたいと思います。なかなかここを見ることはね普段ないんでかなりレアだと思います。行きましょう。ここはトレ取れるキャーンじゃない。ここ選手のロッカーだとすぐ見てわかると思います。斜めです。わかるかな、斜めってるんです。すごいな、斜めてるよね、斜めてるね。そうそう、懐かしい。僕も去年までここにはいましたよ。でここら辺は一応選手の普段着る練習着だったりを収納しています。歴代の人のシール貼られてますね、遺産のところにこれ知らんかった。伊佐が一緒にやってる選手なのかな。そう、ニータンよく知ってる。実はここ僕が去年までずっと10年近く使ってたロッカーです。それが坂くんに取られてます。なんで坂が取ったの。取るなら梅さんでしょ。ちょっとこのロッカー座れないみたいですね。座れないね。ロッカーから選手の出入り口のところまで行きますけど、ここは通れる、ここは通れるんですね。はい、自動販売機があってここから選手は出入り、毎朝練習後出入りしてます。で2階 この先が階段になってるんですけど、ここは監督コーチのスタッフが、普段ロッカーがあったり、ミーティングしたり してる場所です。ちゃんとカメラいます。ちゃんとね、あそうそう、ラジオ何して、これが日課です。日課なのか、日課です。こんな感じになってます。選手により良い環境をよろしくお願いします。ご協力よろしくお願いします。